こんな感じで書かせてもらいます。ほなポチッとなDVD ですね、こちら。わお、僕ちょっとやりたいことはあって、うん、今日何の日か知ってます？今日は何の日ふふって感じですけど、なんか怖いね、なんか女の子が今日何の日って聞いてくるみたいで。いやいや、そんなことはないですけど、ね、やばいっすよ、本当に。僕は今日ちょっとテンション高くてごめんなさい。ちょっと楽しみで、うん、それがちょっと今日変だもんね。はい、ちょっと変です、はい。今日は1月23日そうです、1月23日、はい。え、何の日？いや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 、これですよ、僕がもう楽しみ待ってた、これです。ジェネレーションズのライブ DVD ですよ、2018年の。あー、ツイートしてたね。はい、DVD タイトルがユナイテッドジャーニー。おー、僕ずっと言ってたじゃないですか。言ってた言ってた。今日発売なんですよ。あ、そっかそっか、はい、釈迦の中では、はい、大事件だね。大事件です、僕大ファンですから、もう今ジェネファンですから、うん、これを買いに行きたいんですよ、僕。買いに行く？ただ買いに行くんじゃなくて、うん、なんとジェネファンも巻き込んで買いに行ったら盛り上がるんじゃないかなと思って、一緒に買いに行こうぜと、うん、まあタワレコだってタワレコ言ってると思うんで、タワレコに何時集合って言って買いに行くんですよ、みんなでブワーって集まって、で僕がもう宣伝しまくって、うん、みんな買ってもらう、そして僕サインしちゃう、それに。いやいや、サインはやめとけ絶対それはいらない。僕が多分ね、ツイートすれば多分集まるかな。じゃあやってみる？来るの？ファン。いや、わかんないですよ。来るの？でも熱量が伝われば絶対来ると思うんですよ。オッケー、じゃあやってみようよ。でもせっかく釈迦がそうやってポップも作ってきたんだから、うんうん、はい、告知しよう。あ、そうですね、勝手に、はい、大好きですから。オッケーオッケー、じゃあ何時にしようか。3時ぐらいがちょうどいいのかと。僕らも撮影中ありますんで、いろいろ。じゃあ3時に、はい、タワレコ渋谷店の前で集合してみんなで買いに行こうぜって。うわ、ありがとうございます。いいね、嬉しい。いいね。いや、興奮してきたっすよ、本当に。いいね。いや、楽しみだわ。やりましょう、やりましょう。じゃあ早速ツイートしましょうか。はい、ではツイートさせていただきます。こんな感じで書かせてもらいます。さて、何人集まるか楽しみです。ほな、ポチッとな。ツイートしました。いやー、楽しみ。レッツゴリゴリ。帰ってきましたね、渋谷に。約2ヶ月ぶり。変わってない。どうですか、ジェネレーションズ、皆さん。今日発売ですから、借りてみましょう、やっぱり。はい、ということでね、ここだとね、ちょっとあの人がね、集まりすぎて、ちょっとこう後ろの方見えないよって方いて、告知できないよっていう感じがあるので、実際に歩きながら告知してみましょう。歩く告知の、釈迦マスター行ってみましょう。レッツゴリゴリ。釣られてきた、ジェネレーションズに。あ、違う、見ました、見ました、ありがとうございます。さあ、撮りますか、私はね、はい、ジェネレーションズですからね、はい、行きますか、はい、いいですよ、ちょっと、はい、はい、ということでね、タワレコ来ました。まあ、ツイッターで告知したんですけども、まだね、10分前でね、時間があるんでね、時間になるまで待っています。よいしょ。そろそろね、時間の方になるので、僕はね、一旦タワレコの中に入って、やっぱりいるのもね、あのちょっとサプライズ感ないので、皆さんがここで集まってる時に、僕が後ろからバーッと登場して、今日は来てくれてありがとうっつって、こう一緒に買いに行こうぜっつって、タワレコの中に入っていこうかなってことで、僕はね、登場はタワレコからしたいと思うので、それでは行ってきます。レッツゴリゴリ。涙がちょっと出てきました。誰もいないという。
感じですけども、もっとねここ高いですからと思ったんですけど、なかなか難しいということで、まあ急だったこともあり、まあ、水曜日というのもあったので、今回は本当に申し訳ございませんでした。詰められなかったことに対してジェネファンにも申し訳ない、ジェネレーションズのメンバーにも申し訳ないので、一言気持ちを表したいと思います。プンプププン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 、では買いに行ってきます。失礼します。ということで買っちゃいました。帰ってきました。早速開封をしてみましょう。はい、まずね、クリアファイルがあるということでね、ジェネレーションズのメンバーが載ってます。裏にはね、ユナイテッドジャーニージェネレーションズと書いてあります。すごいですね。みんなかっこいい。やっぱ生で見た方がかっこいいですね。はい、そしてこちらですね、見えるかな、すごい、見てみますか。初回生産限定版、46万人を動員、ジェネレーションズ初の単独ドームツアーがついに映像化。もうね、待望の方、見れなかった方ね、実際に行けなかった方はもう待ってたんじゃないでしょうかね。僕も楽しみにしてました。すごいですね、ヒット曲が30曲もね入ってますよ。ディスク2にはね、なんとツアードキュメンタリーを収録しているということですね。ライブの模様はもちろん、バックステージのメンバーも捉えた120ページ超えに及ぶ完全撮り下ろしのスペシャルフォトブック付きということで、いや豪華、ジェネファンからしたらやばい。これは開けていきましょう。はい、楽しみですね。さあ、ビリビリと音がしておりますけども、わーわーわー、いっぱい出てきた。はい、開けちゃいました。こんな感じですね。まあこれは一緒なんですけども、これがポリッと取れるわけですね。おお、取ると、まず DVD ですね、こちら DVD、 わーよいしょ、こちらが、わお、分厚い、こちら、フォトブックになっておりますね、これ。ペラ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 っと。お、まだね、中身はね、ちょっと皆さん、見てない方いるんじゃないでしょうか。ちょっとこのフォトブック、ちょっと見ていきましょう。あー、メンバーが出てきた。リュウト君。ユーピーかっこいいですね。ユーピーはね、僕が会った中ではちょっとなんか、おっちょこちょいな感じですけど、メンちゃんかっこいいっすね。あ、アラン君の満面の笑顔が。これは女子やられるんじゃないですか、ね。あ、衣装もまた全然違う。あー、露出もあるんですね。あー、舞台裏、打ち上げとかもあるんですね。舞台裏はやばい。これはね、ぜひ皆さん買ってぜひ見てください。皆さん、これね、初回限定版なんですけども、僕ね、渋谷のタワレコで買ったんですけど、まだ初回限定版残ってるということでね、ぜひ今からでも遅くないんで買いに行ってみてはどうでしょうかね。でも結構数も減ってきてますよと、店員さんとね、人気ですねジェネレーションズはと言ってたので、買いに行ってみてはどうでしょうか。開けてみますか。失礼します。わお、こんな感じになっております。すごいですね。 DVD がね、2枚入ってるわけですけども、おお、広げたら大変なことになりそうですね。これちょっと見てみますか。はい、どうなるんでしょうね、これですけども。あ、曲がね書かれて、あ、やばい。はい、こんなになっております。すごい。うわー、ポスターですね、裏に曲とか書いてあるんですけども、スタッフさんとかね、これは貼れるっすね、壁に。メンバー、関わったね、メンバーとかのね、携わった人を書いてます。スペシャルサンクスのところに僕の名前がないか、ちょっと探してみますね。多いな。ああ。あ、もがみさんはいるけど、名前が違いましたね。ああ、ないっすかね。ファミリーとかの枠にないですかね。ないみたいですね。皆さんもぜひ探してみてはどうかでしょうか。畳み方がわからなくなってる。いや、すごい。後ろもライブのね、映像がちょっとちらっとね、ライブ会場でしょうかね、行った方はね、また DVD で私映ってるかななんてね、見に行くのもいいんじゃないでしょうか。ということで、いかがだったでしょうか。ジェネレーションズのね、ライブツアー DVD& ブルーレイ、いや、もう興奮してちょっとあまり喋れないんですけど、申し訳ありません。もう早くね、家に帰ってみたいということで、皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。よかったと思いましたら高評価、チャンネル登録、そして僕の Twitter とね、インスタ、そして TikTok もあるんで、ぜひフォローして3点フォローで拡散よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それまでさようならでー。あー、早く見よう、ジェネレーション、やばい、早く見よう、やばい、ジェネレーション。